い、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、遊戯王コラボのね、新リーダースキルタイプの数によって HP が上昇について検証していこうと思います。まさにこの確定枠のペガサスとかが持っていて、バランス悪魔一つにつき HP 回復が上昇と、変身後はバランス悪魔神一つにつき HP と回復力が上昇するんですね。今日はこちらのキャラのね、性能を実際に見てみてですね、どのぐらい HP が上がるのか検証していこうと思います。今日はまずペガサス、そしてもう一体ですね、こちら強化していこうと思います。はい、エクゾディアですね。なんとか進化素材もゲットできたんで、今日はこの2体のリーダースキル検証していこうと思います。まずはペガサスからやっていこうと思います。いきましょう。じゃあ実際に検証していきます。ペガサスが変身終わればね、なんと 2000HP が上がるんですよね。5200からの7200とちょうど2000上がるんで、それを利用して検証していこうと思います。タイプは5個、今回入ってますと。バランス悪魔、バランス、バランス、バランスなんで、フレンドは HP1 のマシンタイプです。はい、じゃあ実際にやってみましょう。これで本来は2000上がるんですが、どんぐらい上がるか見ていこうと思います。本来2000上がるんですが、3500上がってるんですよね。でこれがどんぐらい上がってるかっていうと 1.75 倍なんですよね。つまりこちらのね、タイプなんと1個につき 1.15 倍プラスになっていきます。はい、ちょっとややこしいな言い方が、まああれですね、あの1個につき 15% なんで、結構倍率上がっていく感じになってますと。 15%15%15%15% って感じで上がっていきます。はい、で今回5個積んでる状態だと、まあ分かりやすく言うと 1.75 倍 HP ですね。例えばこちらのね、リーダーとかを、まあ、フレンド周りにしてあげてね、ペガサスにしてあげて、サブにねタイプ全部頭のやつを3体入れるとするじゃないですか。はい、これのね、変身後がバランス悪魔紙縛りなんだけど、例えばじゃあサブ4枠を全部ね、バランス悪魔紙縛りにしてあげると、まあ、アヌビスとかですね、まさに、あとはまあロキとか、ここら辺のキャラたちを入れてあげると、これでね、バランス悪魔紙縛りにしてあげると、この状態で倍率が、リーダーが変身前の視点でも 2.8% になってますと。で変身してあげると、これに加えてね、神タイプでも倍率が乗るんですね。じゃあ変身していきましょう。さあこれで、はい、こんな感じで 3.4 倍に上がります。元が 2.8 なんだけど、サブの分が乗るんで 3.4 倍と。さらにこれリーダーも打ってあげると 3.4 倍乗るんで、こんな感じで53万 HP 高になります。リダフレで組んだ場合はHP が 11.56 倍の、回復力も 11.56 倍なんで、相当回復もあるパーティーが作れると思います。という感じが、まずはね、ペガサスの倍率でした。まあ、ペガサスの倍率に関してはね、分かったんだけど、僕が一番気になっとるのは、こっちよりも実は、もう一体の方なんですよね。ということで、検証していこうと思います。ちなみにこんな感じで倍率も乗るって感じになってます。はい。さあ続きまして、エクゾディアも一応検証しておきますね。まあこのキャラはリーダーで使われることはあんまないと思うんですけど、一応見ていきます。はい、今回ですね、合計で2個タイプを積んでおります。神悪魔ですね、2個積んでますという感じになってます。はい、じゃあ実際にちょっとね、見ていきましょう。2000上げていきます HP を。さあ本来は 38,220 になるんですが、どんぐらい増えるのか見ていきましょう。合計で2720増えてますね。ってことは、これは多分倍率が 18% ですね。1個につき 18% 倍率が上がります。はい、合計7200上がってるんで、18%×2 で 36% で2000だからっていうのね。そうですね。なので、この倍率に関しては、HP がなんと 18%1 個につき上がります。という感じがね、エクゾディアの倍率でした。ペガサスは 15%、エクゾディアはタイプが2個しかないから、その分ね、こんな感じで。18% 上がるという感じになってます。はい、という感じがね、今回の検証結果でした。じゃあここからですね、この検証結果を踏まえて、本当にこのキャラ強いのっていう件について話していこうと思います。さあここからが今日の本編。結局じゃあそのキャラたち強いんですかっていう件について話していこうと思います。まずエクソディアに関してはリーダーでは弱いですね、正直。 HP18% なら、まあ、使うとしたらサブ要因って感じかな。やっぱタイプ縛りめんどくさいんで、エクソディアに関してはサブで使うことになると思います。で、まぁ、今回のね、まぁ、ガチャの一番のメインと言ってもいいでしょう。はい、こちらのペガサスに関して話していこうと思います。ペガサスに関しては、もちろん性能は強いです。これは間違いない。もうペガサスは強いです。はい。ただ、問題点として、軽減がないんですよね。例えば、こういう風にタイプを積んであげると、はい、変身後ね、こんな感じで、HP100 万も簡単に目指せるんですよね。別に、HP 強化武器とか積んであげてれば。でも、100万は実際実用性ないとして、まぁ、60万ぐらいなら普通に目指せるんだけど、軽減がないんですよね。あ、ちなみに今回 HP 強化武器つけまくってますからね。ただ、そうなんですよ。軽減がなくて、結局ね、
どんだけ倍率かって HP があろうが経験がないと気候上とか結構勝ちづらいんですよ。なので実際このキャラたちもちろん強いんだけど、使い道はあのなんだろう、神秘とかそっち系になる気がします。やっぱね、気候上行こうと思うと結構軽減スキルが欲しいので、まあ例えばさくらと組み合わせ使うとかね、ちょっと相性悪いけど追い打ちいるから、まあでも本当にそんな感じで別のキャラと組み合わせ使わない限りは少し使いづらさは残るんじゃないかなと思ってます。ただこのキャラマジで単純にキャラ性能が優秀で、無効貫通組んであげるとね、もうバカみたいな火力が出るんですよね。またこのキャラの使ってみた動画はね、今日この後すぐ上がります。はい、こんな感じで無効貫通組んであげるとこのキャラは一瞬で火力が出るんですよ。結局火力要因としても優秀っていう点を考えると、まあ、正直結局ね、使い道はあるんじゃないかなと思ってます。でキャラ性能に関してはね、一応まだ使ってないんで、まあ未定としておきますが、まあ実際この倍率でって考えると環境最強クラスは無理としても神秘とかなら使えるキャラにはなるんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、またねこのキャラの性能に関しては今日この後すぐね動画上げますので、多分ね夕方ぐらいにはね絶対上がってると思います。なのでそれを見てもらえれば分かると思うんでね、ぜひ一度プレイ動画確認してもらって注目してね、評価考えてみてください。僕もまたその動画で強いか弱いか話そうと思います。はい、でちなみになんだけど、こんなガチガチな編成組まなくても言うてね、別に HP 結構あるんですよね。そうだからまあここまで無理に HP 強化とかつきまくる必要はないんでね、あくまでこの編成は今日この動画の紹介のために作っているネタ編成だと思ってください。実用性のある編成ではないんでね、そこだけ注意してください。遊戯王コラボって今回実装された新キャラがこのペガサスとあとは全部星6なんですよね。なので結構今回ネタがあんまりないんであれなんですけど、実際ねこのペガサスが弱かったら遊戯王コラボ結構やばくて、何がやばいかっていうと引く価値がなくなっちゃうんですよ。そうまたね今日使うんですけど、ってことを考えると、まあ僕はもしかすればヤマピーガチャが来るのかなとは思ってます。てか来ないと結構やばいかもしれない。まあなんかどうせ来ないんですけど、ヤマピーガチャ来なかった場合マジで遊戯王弱くねで終わっちゃう気がするので、まあ来てほしいんですけどね、2週間コラボでヤマピーがそういうことすると思えんしな。まあ一応ちょっとそこら辺もね期待はしておこうと思ってます。はい、もしこれでパズザランウェイが遊戯王コラボ強化しますっつってヤマピーガチャ作ってくれたらマジ優秀だけどね。そうなるといろんなキャラが救われるから、まあそういう点でも僕は強化してもいいんじゃないかなと思ってます。はい、正直ねヤマピーガチャ来てほしいよな。だって別にさ、例えばこの性能でさ軽減ないですって言われてさね、絶対このキャラ引いた方がいいですよとは俺も言えんやん。俺正直このリーダースキル 25% 軽減あっていいと思うんだよね。別にそのレベルだと思ってるんで、まあできればね何かしらの強化が来てくれればいいなとか心の奥では思ってます。はい、まあという感じでね、今日はペガサスと、あとなんだ、やばい今名前パッとど忘れでしょう。ペガサスとエクゾディアの、HP の倍率を確認する動画でした。ということで、ぜひよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。